協同組合運動の生みの親香川豊彦は偉大なる宗教家であり、思想家、小説家、科学者、そして社会運動家であった。昭和35年、東京都世田谷区上北沢の自宅で72歳で昇天するまで、その生涯は波乱に満ち、日本が生んだ世界的な偉人にふさわしい歴史に彩られている。香川豊彦は明治21年7月10日兵庫県神戸市港川で妾の子として誕生。やがて父の死、家の没落などで深紅の少年期を過ごした。そして明治33年4月徳島中学時代にアメリカのキリスト教宣教師 H.W. マヤス博士と出会った。このマヤス博士との運命の出会いが香川豊彦の生涯を決定づけた。兄さん、僕英語を習うためにアメリカ宣教師のところへ通ってもいいだろう。宣教師だって？いかん、ヤソ教へ入れられるぞ。ヤソ教はいけないんですか？日本には仏教があるじゃないか。国体に合わないヤソ教に弟を入れるわけにはいかん。人間弓道は万国共通です。生意気言うな。それから間もなく香川家は兄の無謀な事業欲と放埓な生活のために破産した。債権者が押しかけ、家屋敷も他人の手に渡った。姉と小さな弟たちもそれぞれ奉公に出された。すべてを失った豊彦は心の波止場を求めて麻安教会で洗礼を受けた。明治37年2月16歳の時であった。明治38年3月香川は徳島中学を卒業した。豊彦おめでとう。でお前、中学を出た後何をするんだ？東京の明治学院に入るつもりです。将来伝道者になるためです。伝道者だと？バカ野郎、ヤソ教かぶれをこの家に住まわせとくわけにはいかん。さあ出て行け。叔父の家からも追放され、天涯孤独となった今、行く先は麻安宣教師のところしかなかった。それは不幸な。今日からここにいなさい。心配することない。先生。明治38年4月香川は上京した。当時の日本は日露戦争2年目に突入。首都東京は戦争気分にあふれていた。芝白金にある明治学院に入学した香川の心に新たな人生の感動がよみがえった。イエスよ、汚れかかった心を拭って雨土を見直します。アーメン。香川は図書館にこもって万感の書を一日一冊ずつひたすら読破し続けた。原書が多かったが香川は読みこなす力を持っていた。香川、少しは講義にも出るよ。欠席が多いと卒業に響くぞ。僕には講義を聞く必要はない。今の講義はみんな麻安先生に教えてもらったものばかりだ。翌年香川は明治学院から神戸神学校へ転校。そして半年間愛知県下で伝道の手伝いに当たった。そこで彼は農民や貧乏な人のために戦う豊橋教会の長尾牧師と出会った。後年香川は長尾についてこう語っている。彼は死ぬまで貧乏人や農民に福音の伝えられることを祈り叫び続けた。私は長尾から農民への愛を引き継いだのだと。香川は長尾のぼろ屋に寝泊まりして精力的な伝道に明け暮れた。神は愛だ。目に見えない神が愛だというのではない。愛するところに神と生命が現れるのです。神は愛。この頃香川の体は肺の病巣に蝕まれ、微熱が続いて不治の病の兆候が見えていた。ついにひどい脚血をした。呼吸困難になり熱は40度を超え、ついに医者も見放した。だが香川にとって死は少しも恐ろしいことではなく、むしろ母の体内に戻った思いでじっと動かずにいた。突然霊的な光が全身を包んだ。すると不思議なことに次第に呼吸が回復し、熱が下がって血色も良くなった。香川は肺結核療養の場所を愛知県蒲郡の漁村に求めた。明治41年1月のことであった。ここで貧しい療養を続けながら自分の寂しい生涯を描いた小説「鳩の真似」を書き始めた。
桜の花が散る頃、小説「鳩の真似」は出来上がった。そしてこの小説を島崎藤村に読んでもらうために香川は1年ぶりに上京した。藤村はすでに破壊を発表し、文壇に颯爽と登場していて、朝日新聞に春を連載中であった。僕の書いた小説です。読んでみてください。君、人生を凝視するだけでは小説は書けない。小説は芸術だから、感性のひらめきがなければならないよ。藤村から鳩の真似が返送されてきた。後の大正9年、鳩の真似は視線を越えてと改題して改造社から出版された。50版、100版、150版と版を重ねて空前の大ベストセラーになった。明治42年12月のクリスマスの前日、香川は神戸の吹合新川のスラム街の住民となった。肺結核のために蝕まれた自分の命が残り長くても3年であろうと感じ、どうせ死ぬのなら食べるものもなく着るものも寝るところもない人間たちの中に入り、彼らのために命が燃え尽きるまで伝道を続けて死のうと決意したからだった。新しい生活が始まる。神が与えてくれたものだ。神よ、貧しき人たちのために尽くさせてください。アーメン。神戸のスラム街での生活は人間のさまざまな生き様を香川豊彦に教えた。後に労働運動、農民運動へと突き進んでいく香川にとって、この生活は社会悪との戦いの原体験であった。やがて香川の周りに集まる人たちと六畳一間の借家ではあるが教会が作られた。後に組織される神戸イエス団の拠点である。明治44年夏、香川は福音印刷会社へ賛美歌の先生として通うようになった。そしてそこで知り合ったのが香川の生涯の伴侶、柴田春であった。二人は大正2年5月22日、神戸下山手通りの神戸教会で結婚式を挙げた。翌大正3年8月2日、香川はアメリカへ出発した。神戸新川のスラム街にセツルメントを作る資金を稼ぐためであった。セツルメントとは、スラム街に住み労働者の向上を図る社会運動の機関である。春、資金を作るために私はアメリカへ渡ろう。アメリカで博士号を取り金を稼いでくる。その金でこの新川に医療施設の整った病院を建てるんだ。渡米費用は麻安博士や知人からの借金、そして翻訳の仕事で稼ぎ出した。アメリカのプリンストン大学で香川は実験心理と数学、自然科学を学び、その傍らプリンストン進学校へ通う猛勉強の日々を送った。大学生活2年目、香川はプリンストン進学校では4年かかる全課程を2年で突破、バチェラー・オブ・ディビニティ神学士の称号を授与された。香川はニューヨークのスラム街ウォーターストリートに行ってみた。まるで神戸新川のスラム街を思い出させる街だ。労働者とは何だ。労働者と困窮者はどこが違うんだ。労働者も失業すれば貧しい民ではないか。今までやってきた救済事業だけでは貧しい民の真の救済にはならない。この問題の解決は労働者問題の解決のことなんだ。困窮労働者、そうだ、無産者たちが手を取り合って自分たちを解放するために立ち上がらなければ。それにはどうするか。労働者は団結するんだ。一人一人は弱者であっても組織として結びつけば強い力となる。自らを解放する力になる。大正6年5月、香川はアメリカから帰国、神戸新川のスラム街に戻った。労働者による労働者の工場を自分たちの手で作ろうじゃないか。そして生活必需品を安く購入することも労働者の生活を守る道だ。そのためには消費者と生産者を結びつけ流通による搾取をなくすことだ。消費者が組合を作って消費者自らの手で生産者から購入することだ。香川はキリスト教関係者にも呼びかけて、まず大阪に消費組合共益社を開いた。翌年には神戸消費組合が生まれた。日本の消費者運動の先駆となる
灘生活協同組合の前身である。翌大正7年4月、香川は大阪天王寺公会堂で開かれた友愛会第5回大会講演会で熱弁を振るった。労働者はなぜ貧しい民なるや。第一は飲酒である。激しい筋肉労働があるからだ。第二は病気である。病気になれば職を失い困窮者に転落する。第三は負傷である。機械を扱う労働者は負傷を免れることはできない。第四は生活の不安定である。いつ景気が変わって解雇になるかわからない。第五は労働者は奴隷ではなく自由なことである。自由なるがゆえに食えないというのはその裏に大いなる社会制度の欠陥があることを忘れてはならない。まさに共済制度、協同組合運動を説いたのだ。農協共済の父香川豊彦はこの演説の中ですでに躍動していた。労働運動に飛び込んで丸2年、香川豊彦は満32歳にして日本労働総同盟の関西でのトップに立った。労働者は商品ではない、人間の人格だ。この香川の思想が労働者に誇りを与え、多くの労働者が共鳴したからである。この時期、日本キリスト教会の教職者会議が開かれて、新たな宗教運動組織イエスの友会が結成された。これも主のお導きか。本来の伝道の精神運動に回帰しよう。労働運動から放たれた時、香川は精神運動へ帰りたい衝動とは別に、ある考えがしきりと胸に去来した。それは幼少期に徳島県で見た農村の姿と農民の顔だった。農民を救おう。農民に愛の手を差し伸べよう。農民の手で理想社会を築くのだ。大正11年4月9日、日本農民組合は神戸のキリスト教青年会館講堂で産声を上げた。その前日から神戸には全国各地の農村から120名の農民代表が駆けつけた。どの顔も大正の義民佐倉宗五郎になりきろうと日焼けした顔を突っ張らせていた。創立総会は大成功のうちに終わった。農民運動を通して産業組合を盛り立て、販売、購買、信用、それに医療までを加えて総合駆除組織を育成し、農村に理想社会を打ち立てようとする香川豊彦の壮大な構想は、この総会で布石の第一石が打ち下ろされたのであった。日本農民組合誕生を契機に、農民運動は良縁の火のように全国の農村に広がった。それとともに香川豊彦の活動は多忙を極めた。キリスト教の聖書講演、労働学校の教師、消費組合の仕事、そして文筆家としてペンを取る激務の毎日が続いた。大正11年12月、長男住元誕生。明けて大正12年の1月のある日、重なる過労で突然目が見えなくなった。それでも講演執筆活動はやめなかったが、眼病はますます悪化し、失明に近い状態になり、ついに入院を余儀なくされた。春夫人は聖書や哲学書、新聞を丹念に読み聞かせた。香川は世の中の動きに遅れまいと必死になった。ヨブは7つの災害を受けながら、あえて苦痛を忍んで神を信じた。苦痛から逃避しまい、生活の中に喜んだ全ての苦痛をなめよう。8月になって眼病は解放に向かった。大正14年3月、普通選挙法が成立。俺たち労働者や農民にも選挙権が与えられたぞ。大正15年3月、労働農民党が誕生。委員長に杉山元次郎が就任。香川は執行委員であった。党を作りましたが、私は代議士にはなりません。イエス・キリストの心を持って無産政党の下積みとして働くつもりです。こう語った香川は生涯この時の言葉を貫いている。戦前戦後にかけて香川豊彦を代議士にしようとする熱烈な動きがあったが、ついに代議士にはならなかった。今や全国最大の組織となった日本農民組合が、労働農民党という全国統一無産政党を生み出したことは政党史上でも画期的な快挙であった。だがその労働農民党もたちまち左右抗争の舞台と化していった。昭和2年2月1日、ついに無産政党の抗争により日本農民組合が分裂した。
杉山君、もう一度新しい農民組合を起こそう。暴力のない、内部抗争のない、政治道徳にのっとった農民組合を作ろう。そして杉山元次郎を委員長にした全日本農民組合が結成された。ところが香川が新しい農民組合に希望を抱いたのもつかの間、左翼暴力主義が浸透してきた。全日本農民組合も戦闘一点張りの農民組合に変わっていく。困ったことだ。私の戦いも狂気の政治運動に阻まれて挫折した。無産政党運動から手を引こう。しかし私もイエスの弟子だ。決してこのまま屈しないぞ。香川が新たに求めた社会悪との戦いは、キリスト教による神の国運動と消費組合運動であった。神の教えで労働者農民を解放するのだ。イエスによる救いの旋風が農民を立ち上がらせることを祈った。無産政党運動から手を引き、神の国運動を進める香川豊彦は、日本でデンマーク式の農民福音学校を開設し、新しい農民教育によって苦難に打ち勝つ農業を全国の農村に生み出そうとした。それは立体農業であった。香川豊彦の説く立体農業とは、日本農民の貧困の原因になっている日本国土の8割を占める山林を食料生産に活用する農業である。昭和6年1月9日、黒川大一は香川豊彦からの電報を受け取った。後に全教連常務を務め、前の東京医療生活協同組合組合長の黒川大一はその時29歳であった。黒川君、よう来てくれたね。実は医療組合をやることにしたから、木立君と一緒にやってくれたまえ。医療組合というのは、木立さん？病院を協同組合の組織でやることらしいんだ。はじめに医療組合の必要性について、私の主張をみんなに聞いていただきたい。都市と農村を比べてみると、都市の死亡率に対して農村の方が倍に近い死亡率を示すデータが出ています。それは無産労働者や農民が医療から見放されているんです。特に農村は医療地獄に陥っています。私が目指す医療組合は、医療地獄から農村を救うのが狙いです。大正時代よりも昭和に入ってからの方が、全国に医者のいない村が増えている。そして農村の死亡率は高くなっている。文明国でこんなことが許されていいのでしょうか。農村の医療地獄を救う道はただ一つ、農村に産業組合法による医療施設を作ることです。農民自身が医療組合による病院を作ることです。医療協同組合による医療制度は、国家が強制する医療制度と違って、加盟者も医者もみんなが責任を持つ制度です。誰でもが道徳的運営を心がけますよ。そのためには経済的な医療行為が行われます。農民は安いお金で医者にかかれるし、農村から逃げ出す医者もいません。農村から医療地獄を追放する道は、医療組合を作ることです。昭和6年5月11日、東京神田の YMCA で東京医療利用組合の創立発起人会が開かれた。参加者は150名。そこで香川は医療組合運動が何を目指すかを力説した。病気に対する治療は、人間の尊厳なる生命の保護として、貧富身分の差別なく享受されなければならぬことは言うまでもありません。昭和7年4月25日、東京神田の YMCA で東京医療利用組合の組合員総会が開催された。その同日に大阪市中央公会堂では第28回全国産業組合大会が開かれ、産業組合5カ年計画の運動方針が採択された。昭和7年5月15日、犬飼首相が暗殺された。五一五事件である。昭和7年7月9日、四谷区新宿三丁目の旅館を借りて新宿診療所が生まれた。小さいとはいえ、外科、内科、小児科、産婦人科、歯科などを持つ総合病院であった。ささやかな病院だが、ここを拠点に産業組合組織を通じて全国の農村へ組合病院の輪を広げよう。そして昭和8年12月17日、中野宮園通り4丁目に中野組合病院が落成した。院長は広瀬博士、黒川太一は事務長に就任。組合員は1500名集まっていた。昭和10年9月には中野組合病院は拡張。昭和13年11月、全国の医療組合のトップを切って参院が完成。
医師会の迫害をよそに大躍進を遂げ、組合病院のモデルを作り全国へ普及させようと考えた香川の狙いは見事に実現したのであった。次に香川豊彦は医療費の共済制度を確立する必要があると考え、その準備に取り掛かった。一人は万人のために、万人は一人のために、みんなでお金を積み立てておく。まさかの場合はそれを引き出して診療費に充てる。この共済制度を実行するのです。共済組合や保険制度はヨーロッパでは進んでいるが、決して外国の真似をするのではありません。我々の先祖は昔から立派な共済制度を持っていたのです。昔から日本の村には頼母子講やもやい講なるものがあった。これも一種の共済制度である。天保9年には千葉香取で大原遊学が先祖株組合を生み出し、神奈川の小田原で二宮尊徳が法徳司法という制度を作っている。いずれも地域の農民たちによる互助共済制度だ。現金を出し合うだけが共済ではない。田畑を共同工作して資金を作る。米、麦などの現物を出し合ったり、藁加工品を作ってそれで資金を稼ぎ出す。共済資金を積み立てる方法はいくらでもある。さらに香川の保険論は、組合健康保険が相互扶助によって農民の健康を守るだけでなく、保険の資金が農家経済を潤す資金に活用されると活発している。農民のために、私が国家100年の大計のために医療利用組合を絶叫するのは全くここにある。医療利用組合の訓練を経ずして国民健康保険を実施することは不可能であります。この持論をテーマにして香川は社会小説を書いた。それは父と蜜の流れる里と題されて、昭和9年1月から2年間にわたって家の光に連載された。家の光が100万部雑誌への道を切り開いたのはこの小説のおかげだという伝説も生まれた。政府も香川の提唱を受けた形で国民健康保険制度の検討を重ねていた。政府の狙いは農村の思想対策に置かれたもので、協同組合運動による憲法を考えたものではなかった。香川と医療組合運動関係者は政府案の憲法制度に組合憲法を入れるべきであるとし、内務省社会局に働きかけた。これを受けた内務省社会局がまとめた国民健康保険法の試案では、その第9条で香川の主張を認めた。ところが上野精養軒で医師会役員が全国から集まり、急遽全国医師大会が開かれた。国保事業の産業組合代行を断固粉砕すべし。政府に対する医師会の圧力は凄まじかった。産業組合に申し入れて大会を開こう。医師会が政治的圧力をかけるのなら農民も政治の力で対抗するぞ。昭和12年3月15日東京赤坂で産業組合中央会の主催により国民健康保険法案絶対支持大会が開かれた。農村の問題は全てについて産業組合によって処理されなくてはならない。農村の医療問題に対する医師会策謀は許せない暴挙だ。大会終了後、政府原案支持3組代行実現の決議文を携えた代表者は政府と各省へ押しかけた。だが国民健康保険法案が衆議院に上呈される直前に、突如時の林内閣は衆議院を解散した。法案は不成立に終わった。林内閣の総辞職の後、代わって誕生したのが近衛文麿内閣である。農林大臣には産業組合中央会会頭であった有馬頼康が就任した。有馬が入閣したからには健保組合の産業組合代行は間違いないと医療組合関係者は胸を張った。ところが7月7日中国北京郊外盧溝橋で日中戦争が勃発。時局の急転で審議会でも法案の再上呈は見送られた。ようやく政府内部の意見調整ができ、修正された法案が第73議会に提案されたのは、大陸の戦火が日ごとに拡大している昭和13年1月27日であった。新たに厚生省が生まれ、法案の所管は内務省から新しい省に移ることになり、ここに産業組合が健康保険組合を代行することを法律が認めたのである。人間愛に支えられた共同組合社会の実現が国庫を事業に収めたことで急激に近づいたのである。産業組合による国民健康保険事業の代行は全国で
2554組合に及んだ。ついに産業組合による国庫の経営までを勝ち取った香川の運動は、病苦と迫害との戦いであった。それは確実に理想社会の実現への階段を一段ずつ上がっていたかに見えた。日本は今武力で道を切り開こうとしていますが、それは真のキリストの共同ではありません。武力という暴力を受けることがあっても耐えねばなりません。それが戦争の破壊から世界を救う道です。翌日、香川は陸軍刑法違反嫌疑で渋谷憲兵隊に連行留置された。アメリカの宗教団体が発行するカレンダーに香川が反戦的な評論を掲載したことが当局の逆鱗に触れたのである。香川は巣鴨拘置所に送られた。そしてそこで彼を待っていたのは厳しい罪人生活であった。香川は耐えて神に祈った。そして聖パウロの言葉を思い浮かべた。苦難の生活を通して毎日新しく死んでいるのだと思えば、人生苦痛も悩みも余力であると。ああ我日々に死す。昭和16年に入り、日米関係はいよいよ悪化。松岡洋介外相は先に日独伊三国同盟を結び、日ソ中立条約も結んだ。その風雲急を告げる頃、香川はキリスト教平和使節団の一員としてアメリカに向かっていた。日米外交上の調整もあったが、戦時体制下の日本キリスト教団の立場を説明するための施設であった。6月下旬、ニューヨークを訪問。ルーズベルトホテルでは香川豊彦歓迎の午餐会が開かれた。だが雰囲気は重苦しかった。私はこんなご馳走に預かっても心が晴れません。皆さん、日本とアメリカは一触即発の危機を迎えています。皆さん、なぜ日本とアメリカの平和のために祈らないのですか。永遠の平和、真の平和のために今こそ祈りましょう。キリスト愛を忘れてはなりません。香川の声は涙に潤み、聴衆は国境も民族も忘れて感動した。戦争が起こらぬよう、日米の平和が続きますよう、今日から一週間の祈祷会を開きましょう。香川は教会関係者を集めて徹夜の祈りに入った。12月1日に灯されたろうそくは一週間燃え続けた。その火が消えた12月8日の朝、大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋に広島、長崎に原爆が投下され、悪夢のような戦争は終わった。昭和20年8月15日、平和はよみがえったが、その代償はあまりにも大きかった。日本の主要都市は焦土と化し、1000万人の同胞は衣食住を失い、路頭に迷った。8月28日、香川は東国宮首相から招きを受け、首相官邸を訪問した。敗戦、占領、混乱と虚脱、大変な事態です。この日本人の心を救う力が欲しいのです。その力を持っているのは香川先生、あなたです。今の内閣の閣員だけではアメリカを納得させることができません。アメリカをよく知る人が必要なのです。香川先生、東国内閣の参与に就任してください。意のあるところはよくわかりました。少し考えさせてください。香川は内閣参与として何をなすべきか教団関係者に相談を図った。そしてこの戦争を遂行し敗戦を招いたのも、日本人がキリスト教徒も国民も過去において偏教、無知、無信仰であったがためであり、この際国民運動として国民総懺悔運動を起こすべきであると提唱した。8月30日、マッカーサーが厚木飛行場に進駐した。この日付で香川はマッカーサーへの手紙を読売報知に発表した。マッカーサー総司令官閣下、日本は8月15日敗戦国の烙印を押された。戦勝国は広い心と思いやりがなければなりません。日本は今詔書のお示しのままに立派な世界国家として出発しようとしています。いたずらに小さい枠の中に幽閉しておくことは機関らの理想とはるかに遠い結果を生むでしょう。願わくば閣下よ、日本人の特質を生かし新文化新世界へ邁進する日本に拍車をかけるとも、
刀の鞭を振るうなかれ。平和の到来は香川豊彦を一躍時の人にした。昭和20年10月5日東国宮内閣が総辞職。その翌日、元老尾崎幸雄の秘書が上北沢の家を訪ねてきて、次期首相の候補に秀原喜十郎、吉田茂、香川豊彦の名が挙がっていることを告げた。私には神に仕える仕事と協同組合運動がある。総理大臣をやる気はありません。昭和21年には貴族院議員に推されたが、一度も議事堂に入らなかったというエピソードもある。さらに忘れてならない活躍の場に、日本社会党結党への参画があった。それは敗戦の年の秋に無産運動家の安倍磯、高野岩三郎、香川豊彦の3人が旧労働党や旧社民党の関係者に呼びかけたことから始まった。新橋の蔵前工業会館を会場に、松岡駒吉、片山鉄、川上丈太郎、杉山元次郎、西尾末広ら200名が参集し、日本社会党の旗揚げを協議した。決闘式は昭和20年11月2日日比谷公会堂で開かれた。片山鉄が初代書記長に選ばれた。政治活動の場で脚光を浴びた香川は、内閣参与の役から解放されて国民総懺悔運動のため東奔西走し、また日本国民と GHQ の間を取り持つ貴重な仲介役を務めていた。国敗れて賛があり、残された大都市は焦土であり、農村も廃墟に等しかった。戦争は農業生産を支えた技術を破壊し、敗戦は農民を虚脱状態に落とし込んでいた。そんな時、神田の日本キリスト教団には、かつて農民運動や医療組合運動、また消費組合運動に情熱を燃やした男たちが集まってきた。協同組合運動を基礎にして新しい日本の再建を図ろう。私はヨーロッパ諸国を何度か見てきたが、どこの国でも敗戦国を再建したのは協同組合運動であったと確信を持って言える。この時の話し合いで組織づくりが始まり、日本協同組合同盟が昭和20年11月18日に新橋の蔵前工業会館で結成発足した。その一方、昭和22年11月国会では農協法が成立した。この農協法では共済事業が認められたのだ。そして全国の農村には2万8500の農協が生まれていった。組合保険にかけた香川の夢は農協共済という姿で現れたのだった。だが当然保険業界の反撃が待っていた。保険会社の勧誘員は慌ただしく農家を巡った。保険会社のほかに農村内部からも異論が起こった。農業共済団体が黙っていなかった。農業共済は我々が先輩だ。何も農協がそこまでやることはないんだ。こっちは国が後ろ盾の共済だ。生まれたばかりの農協共済は保険業界、農業共済団体、そしてそれらと結託した行政官庁に包囲されて、その命は風前の灯火となった。昭和23年5月9日上北沢の松沢教会で、香川豊彦伝道開始40年と還暦感謝祈祷会が開かれた。そして深い祈りの後で、私はこの機会に皆さんに遺言を述べておきたいと思います。遺言は十数項目あったが、その一つに、皆さんに協同組合保険の実現をお願いします。協同組合が底力を発揮するためには、長期安定資金を蓄積する生命共済事業を進めねばなりません。農協法が成立し、共済事業が晴れて行えるようになったが、農協共済がいかなるものであるか、農協組合員はもとより農林省の人間ですらよく分からず、まことにあやふやなものであった。こうした状況の中で、いち早く農協共済事業に取り組んだのが北海道であった。まず第一に北海道共済農業協同組合連合会が誕生した。全国共済農業協同組合連合会が生まれたのは、それからずっと後の昭和26年1月31日であった。この現状では、せっかく生まれた全協連も事務所を持てず、農協全国各連合会と同居の西銀座のビルの一角に押し込められていた。初代会長は
北海道新田会長の岡村文志郎、専務理事は北海道共済連会長の山中良三であった。四面楚歌の事業をいかに育てていくべきか、共済連幹部は必死だった。昭和27年7月14日から第1回農協共済事業指導者講習会が東京都か小金井市で開かれた。受講者は県連職員で、共済事業のいろはさえも知らない人ばかりであった。香川豊彦は協同組合保険論を彼らの耳に叩き込んだ。保険会社は営利が目的だ。そのため危険率の高い地域や人間に対しては保険を勧誘しない。例えばボロ屋根の農家などは対象にしない。協同組合保険はそうではない。万人を救うための保険なのだ。協同組合保険は利益を社会に還元させることによって災害を未然に防ぐ機能を持っている。この社会還元機能が加入者に利益を与える。つまり協同組合が社会問題の根源的解決に役立つか否かは、保険事業の利益をいかなる形で社会に払い戻すかにかかっている。言葉を変えると、今日本は敗戦の痛手にあえいでいる。そして解決しなければならない社会問題が山積している。この日本を救う根本的な方策が組合保険であると言える。香川はまた各地の農協を歩いて、組合員に救国運動としての農協共済を説いた。組合員の皆さん、生命共済が全国の農家に行き渡れば、日本は立派に再建されます。将来再び日本が打ちのめされるようなことがあったとしても、生命共済がある限り不死鳥のようによみがえります。私はそれを世界各国の実例から学んでいます。香川の説得は組合員の体に本流となって流れ込み、敗戦で荒廃した村と農民を勇気づけ、希望を与えた。協同組合と共済の在り方についても香川らしい論法で説いている。協同組合は国家の背骨です。その協同組合の背骨が生命共済です。人間を国家に見立てると、脳髄は政府です。心臓、胃袋、肝臓、筋肉などがそれぞれの機能を持った協同組合です。胃袋は消費組合、筋肉は生産組合、つまり生産、販売、購買、信用などの共同組織で、人間の体という国家はできているのです。そこへ生命共済が新たに入ったことで、人間の背中がピンと立ったのです。生命共済のない協同組合はクラゲのような軟体動物です。協同組合のない国家も同じです。生命共済は協同組合の背中を立て、脊椎動物に変えました。昭和29年6月、東京丸の内の農林中央金庫講堂で生命共済優良組合表彰式が開かれた。皆さんがこの共済運動をやってくれるならば、農村から貧乏はなくなるでしょう。世界で協同組合の保険事業を禁止されたのは日本だけだったのです。高い税金や肥料代のほかに、保険会社で持ち去る現金のために日本の農村は疲弊していったのです。終戦後やっと認められたこの農協共済事業こそ、農村に巨大な力を生むでしょう。皆さん、農協共済へ全国加入を切に望みます。香川の情熱が全国の農協役職員と組合員を揺さぶって、農協共済は大躍進を開始した。長期共済の保有件数は昭和29年度末25万件、35年度末には476万件となり、6年間で19倍の伸び率を示した。そしてその後も爆発的に伸び続けた。昭和34年度末の長期共済保有高は6687億円であったが、35年度末は9600億円、翌年の6月1兆円の大台を突破した。昭和31年1月全国共済農業協同組合連合会は農協共済事業5カ年計画を策定した。農家の全戸加入、生命共済保有高4000億円の達成を目標とします。この計画に先立ち、全協連業務部長の黒川太一は、この事業を強烈にアピールするポスターが必要であると考え、香川の記号を印刷して全国の農協に配布しようとした。黒川が上北沢の香川宅を訪ねたのは31年の元旦だった。先生、農協共済のバックボーンに何か良いお言葉を。ええ、書きますよ、喜んで。
日本の債権は生命共済から。この記号は印刷されて全国の農協と県連に配布された。農村復興は農協互助組織による長期資金の獲得に始まる。原本は全協連の常任理事会議室に今も掲げられている。香川豊彦が死の病に伏す前兆は神戸から高松へ向かう船中で起きた。郷里の徳島へ伝道と講演の旅に出たのであったが、郷里を目前にしながら船中から高松のルカ病院へ運ばれた。昭和34年1月6日のことだった。心筋梗塞、六膜飛行、心臓肥大など7つの病名が重なっていた。春、症候を得て上北沢の自宅に戻り、自宅療養が1ヶ月ほど経った時、肺炎を併発し中野組合病院へ入院した。伊豆長岡の温泉療養所へ行ってみたい。昭和35年4月23日午後9時10分、香川豊彦は上北沢の自宅で72年の生涯を終え昇天した。巨人がすでに遺言とした共同組合保険を実現せよの意思は実を結び、その躍進を見つめながらの昇天であった。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。